のなすび。3月の応募はこちら。合計6541通。1日1回の贅沢です。こうしてなすびは1日1回のおかゆディナーを楽しむ手段ですよ。そろそろディナータイム終了。その時、あったよ、また来ちゃったよ。じゃじゃん、おお、みかん酒だ。じゃんじゃじゃん、大分さんの温州みかん酒。やりました、やりました。乾杯。飲む。うまいんだな、これが。一本グビッといっちゃったもんね。しかし、下戸だった。翌日、二日酔いっす。すると、はい、二日続けて当選か、はい、なんだこりゃ、でかい。これ、え、折りたたみ自転車。うわー、マジだよこれ。ほら出た。うわー、マジかこれ。折りたたみ自転車当たったよ。すんげーよ、ものすんげーよ、ナスビってやつは。よいしょ。おお、自転車だよ。自転車当たった、自転車当たった、自転車当たった。バイサコー、バイサコー、すごいね。そして本日のディナータイム、うん、おいしいね。電車乗ってご飯が食えるな。やばいだな僕はね。この日もファイバーゼリーの容器でおかゆディナーを楽しむなすび、うん、すると、ゼリーの空き箱とみかん酒の空き缶とを見比べた後、ボールペンを使ってみかん酒の空き缶に何やら細工し始めたなすび。綺麗に開きましたよ、口が。そしてできましたね、見事に。いやいや、やってみるもんですね。ほら、お米の炊き方98年3月版ニューバージョンです。全然できてますよ。ほら、ここでナスビはさらに素晴らしいことを思いついた。茹で上がっちゃってるよこれ。トレビアン、今まで手つかずだったスパゲティも克服。ほら、空き缶一つでここまでハイレベルなテクニックを使いこなせるのは全宇宙ヒロシといえども、私だけではなかろうか。相変わらず毎日せっせとハガキを書く。しかしそんなナスビにも最近ちょっぴり欲が出てきた。おかずが食いたい。そして翌日、はい、はい、当選か、納豆だ。ネバ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 納豆、納豆、ナスビ今週も当選の舞。納豆が当たったよ、ネバネバ。こんなにいっぱい、納豆マンマが食えるんだよ。あ、もう考えただけで失禁しちゃいそう。この時が来ました、ついに。うまそう、うん、うまい。もう死んでも構わない。そしてまたもや当選すか。今度は何が当たったんだ。カンボス大根ゴンジリっていう漬物スナック。うまい。ご飯にバッチリチリチリベリーマッチするぞ。なもし
さらにまた出た酒の長骨スナックなすび一瞬にしておかず充実この日もせっせとハガキを書くなすび。するといきなり、はい、ひとみちゃんですよ。ひとみちゃん、ひとみちゃん、これ大切にしてね、ひとみなんて。おーパンティー、わお、素晴らしい強運、パンティー当選。思い起こせば約2ヶ月前のこと。ごめんね。この企画に挑むため裸一貫でのスタートを切ったなすび。しかし男性用下着の当たる検証はなかなかなく、あるのはモデルさんの使用済みパンティーばかり。そこでなすびは身につけるものには違いないとの理由からそれらに応募していたのだ。この日をもって2ヶ月にも及んだ全裸生活とはお別れ。なすびに今人類としての証である着衣の瞬間が訪れようとしている。しかし、あーでもちょっと厳しいね、こんな小さすぎた。ちょっとね、全裸に戻る。どうしよう。するとなすびはこれに飾ってみようかしらね。あ、これは可愛らしい。ありがとうございます。翌日、1日1回の贅沢、ディナーの準備。出来上がりました。見事。美味しそうなご飯が。ここに来て米粒一粒一粒が確認可能な最高水準のご飯が炊けるようになったのだ。悲しいお知らせがあります。どうしたなすび。納豆ご飯最後の、あーご飯になっちゃうんだな。うん、ついにこの日が訪れてしまった。最後の納豆です。うまいよ。最後に一口いただきます。ありがとう。賞味期限を5日間過ぎても美味しく食べられたことを感謝。そして翌日、今日もひたすらハガキを書く。はいはい。おー、でかいよこれ。何、あらららららら、ら、何これは。新聞紙にいっぱいくるまれて、アシカちゃんですよ。アシカの名前で募集したから。アシカのぬいぐるみです。かわいいでちゅねー。納豆との辛い別れの後に心ときめくような出会いがあった。相棒誕生。他なんか入ってねえのかな。新聞紙ばっかり。あれ、こんな袋が入ってますね。これ何かしら。粗品かなんか。お、おお、ありがたいねこれは。タオルですよ、アシカちゃんタオル。いつでも風呂入れるよ。タオルのある生活が僕にやってきた。なすびに。さらに、アシマワニパクさんの割引券です。ありがとうございます。よろしくお願いします。ここでなすびは早速相棒に何やら喋り始めた。だ、そうだ、せっかくだからね、名前つけてあげないとね、かわいそうだね。そうだ、ナスビのお友達でビーナス。ビーナス。発音は基本的には渋谷系ってことで尻下がりでビーナス。ビーナスちゃんとナスビ、ビーナス連れて初めてのお散歩。お散歩、お散歩、お散歩しましょうね、イエイエイ、お散歩しましょうね、イエイエイ。相棒のヴィーナスに優しく見守られながらいつものようにハガキを書いていると、はい、当選か、はい、なんだこれは。ジェンジジジジジェンジジジジェン、ヨードラン光の卵酒。い
見てみなさい、ヴィーナス。卵酒ですよ。早速相棒に報告。ね、卵酒。ナスビ、久々の当選の舞。おりょうい卵だ、甘い卵のお酒です。そして、はい、また当たりか。おお。待ってよい。何？いちごでございます。いちごストベリー。旬の果物がある風景、なんと心安らぐことよ。おいしそうじゃございませんの。これ真っ赤、こんなに真っ赤ないちごがよ。ほら、甘い。この約2ヶ月間で体験したことのないファンタスチックさ。さらにこんなおかめの煮豆セット。さらにこの後、検証生活始まって以来、いや、ナスビの人生において最も高級な食べ物がこの部屋を直撃する。はい。おお、すげえ肉だ。大麦牛というステーキ用の肉。ごま用肉。貧乏芸人の日常生活においてステーキの4文字なんて想像だにしなかった。検証生活に感謝。お肉、お肉、ステーキ、ステーキ、お肉、お肉。しかし、どうやって焼いたらいいのかな。考えること2時間。ナスビはおもむろにガスコンロの前にやってきた。すると、よし、炙り作戦。肉をボールペンに刺して炙り始めた。5分後、ペンがもうふにゃふにゃだ。おお、まずいまずい、火止めて。そして、ステーキが焼けましたよ。おいしそう。ナスビにとって最高級の食べ物、ステーキを今まさに食べようとする瞬間です。うまい。本当に死んでもいい。うん、うまい。そしてナスビは、うまかった。あまりの美味しさに放心状態。そして、またまた当たった。出た、電車でゴー、専用コントローラー付き。電車でゴー当たった。運転手はナスビ、車掌はヴィーナスってな風に電車ごっこも楽しめちゃったりするわけ。プレイステーション本体もなけりゃテレビもない。シュッシュッパッパーシ。3月の当選はこれ。ゴールの100万まであと90万9800円。4月のナスビ。4月の応募はこちら。合計6916通。いつも俺を。まずはヴィーナスと朝のトーク。なあ、本当に幸運の天使だよ、お前が来てからというもの。お肉も当たった、いちごも当たった。ヴィーナスよ、お前は幸福の天使だ。いやいや、神様だったりして。今日もじゃあ頑張ってあがき書くからね。見守っててね。神様ヴィーナスの見守る中、ナスビは今日もせっせとはがきを書く。すると、はい、今日も当たったか。何、はい、なんだよ、なんかいい感じじゃないよ。お甘いもん大好きの私ナスビ、お待ち申し上げておりました。チョコレートが、チョコレート菓子だった。イタリア生まれ
彼のバッチっておっしゃられるレル、なんとも小粋でこじゃれたおちょこ。ヴィーナスミス、カッあっあっチョコレート。ヴィーナスに力を込めて報告。チョコレートありがとうございます。後でいただかしていただきます。ヴィーナスは懸賞生活の守り神そのものである。そして翌日、この日も朝からハガキを書いていると、はい、今度はなんだ、ヤムチャのセットです。ヤムチャのセットです。横浜ユーカローのヤムチャセットが、ヤムチャのセットが届いたよ。ジャンボ豚まん、桃まん、エビ餃子、エビカニシューマイと内容豊富。しかし、いかなる方法手段を用いて加熱してよいものやら。するとナスビは、このまんまいけないかな、加熱しないで食べるつもりだ。うん、全然いける、おいしいおいしい。うん、すべてヴィーナス君のおかげだ。守り神ヴィーナスのもと、ナスビはハガキを書き続ける。その時、びっくりした、何かの悪い知らせか。ごめんね。するとなんか来たよ。何、人形、人形、人形、ナスビが見たものは、トールだ、トール、トール、トールですよ、トール、当たってるよ。じゃじゃーん、リキーシトールのヒーロー人形、リキーシトール。トールさん負けないっすよ、俺だって。とんでもない超有名人様と、まさに裸と裸のお付き合い。ほら、リキーさんかっこよすぎますもん、憧れますね。まあナスビ、お前も辛いだろうけれどもな、いろいろ人生あるもんだ、山あり谷あり、それが人生ってもんなんだよ、わかるかナスビ。はい、わかります。男ならやるときはやるしかねえんだよ。それを教えるために俺はこの研修生活にやってきたんだよ、わかるか。そうですよね、男ならやるしかないですよね、やるときは。歴史さん本当にこれから心のお師匠さんとしてしたい、お慕い申し上げますんで、どうぞよろしくお願いします。数日後、心のお師匠さん歴史徹と朝のスパーリング。僕どうすか歴史さん、俺もなかなかやるっしょ。おーナスビ、なかなかやるな。よし、こうなってるこっちもちょっと本気を出すぜ。アップケット、アップケット、アップケット。ナスビ KO 負けでスパーリング終了。心のお師匠さんに身も心も鍛えられながら、ハガキを書く手にも気合が入るナスビ。すると、何が当たったっていうの、なんだこりゃ。すげえもんが当たったよ、すげえもんがさ。ポケモンのディスクマットだ、当たった。そして今週も当選の舞、ポケモンのディスクマットが当たった、当たった、おれじゃじゃん、じゃらじゃん。おいおい、また当たった。なんか来たよ、おい、なに、ジェン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 、なにおい、木のクズに包まれて、木のクズ、何が出てくんのこれ。開けた瞬間、見た瞬間、ナスビは奇声を上げた、おたけんだ。何か出てきた、突っ込んだ。伊勢海老が、生きた伊勢海老が当たった。怪獣だ、ほとんど。すげえ、伊勢海老だ、伊勢海老。火に海老の舞。
アイセイリア、イセイリアだった。しかしどうしよう、どうする。ナスビ、するといただきます。食うきゃないだろ、コンロの炎で炙ってやったぞ。生まれて初めて口にした伊勢エビのお味ときたら、甲骨の絶頂でただ立ち尽くすのみ。